青井翔太は、日本の声優、歌手、舞台俳優。福井県出身。株式会社 S 所属。レコードレーベルは、キングアミューズメントクリエイティブ。中学3年生の時に友達に連れられて行った、カラオケで、高田組の、ソイントゥーユーを歌った際に声を褒められた。声が、コンプレックスで歌うことが嫌いだったが、それを機に、カラオケに少しずつ通うようになる2004年。 地元福井テレビ主催の夏祭り、ペンタワイワイ夏祭りで行われるカラオケ大会のオーディションに合格するも豪雨で祭りが中止になる。しかし、オーディションのスタッフから電話があり、ヤマハ音楽振興会のティーンズミュージックフェスティバルに出場することになる。その大会の県大会及び東海北陸地区大会でグランプリを獲得し、渋谷公会堂で行われた。 全国大会に進出。中村中をはじめ、他の参加者の多くがオリジナルの楽曲を披露する中、カバー曲、千の言葉を歌った。人生初ステージとなった、この大会がきっかけで歌手を志す。大会後、事務所からの電話を受け歌手活動を開始。2006年7月26日、翔太としてシングル、願い星で、キングレコードからメジャーデビュー。 事務所所属当初からアニメやゲームの仕事をしたいと伝えていたが経験もないためなかなか認められなかった一度声優のオーディションを受け落ちた経験がアニメやゲームの仕事をしたいという意思を固めることとなった3年ほど活動するうちに人生は一度切り出し自分のやってみたいことを諦めずに一歩踏み出したいと思いアニメやゲームに携わる道に進みたいと自ら G を 申し入れ、2010年1月14日に、アワーソングスとのマネージメント契約が終了。フリーとなる。2010年2月1日、芸名を柳が木登るに改名し、アニソン歌手、声優を目指して、活動再開。同年7月8日、ネオガールズフェスティバルトゥゲザー、P ・ウエストへ出演した、時、ウルトラプリズムの小池雅也から、面白いねと言われ仲良くなる。 その後、小池から株式会社 S の社長である佐藤博美を紹介してもらい、10月より株式会社 S に所属し、青井翔太として活動を始める。また、佐久間久美や松井直子の下でレッスンを受けるなど、佐藤の勧めにより声優の勉強を始める。2011年2月24日、ゲームブラックロビニアで声優デビュー。同年10月より放送のアニメ、 君と僕。では、劇中歌を担当し、松下龍之介役でアニメデビュー。2013年6月26日発売のミニアルバム、ブルーバードで CD デビュー。2014年12月3日、OVA、この男子、石化に悩んでます。にて、伝番リフ役で初主演。また、初アニメ主題歌となる。 グリッターウィッシュでは歌唱の他に作詞作曲も手掛けた。2016年3月1日付で音楽レーベルをキングレコードのキングアミューズメントクリエイティブ本部に移籍。これに伴い S が運営していたオフィシャルファンクラブがキングレコードへ移管。2019年9月放送開始の連続ドラマリアルフェイクでテレビドラマ初出演。葵は国民的歌姫役を演じる。 小学校3年生から中学校1年生頃まで学校へ行っておらず引きこもりがちな少年時代を過ごした。両親の影響で小学3年生から公式テニスをやっていた。中学生の時に松岡修造の指導を受けた経験もあり全国大会に出場するほどの腕前だった。そのため当時はプロテニスプレイヤーを目指しており歌手、 役者の道に進むことは考えていなかった。デビュー前からアニメやゲームを好んでおり、現在は声優アーティストとして多彩なパフォーマンスをしているが、過去に歌やダンスを習った経験はない。しかし小さい頃から好きなアーティストやアイドルのダンスを真似ることは好きでよく踊っていた。声優としても佐藤博美の勧めでレッスンを受け勉強を始めたが、養成者などに通った経験はない。 中性的な見た目と高い声から誤解されることも多いが、政治人は男性であると明言している。しかし、ネオガールズフェスティバルトゥゲザー・ピー・ウエストへの出演を、きっかけに株式会社 S 所属になったこともあり、男だからこれはやらない、とか性別を理由に仕事を選びたくない、というポリシーを持っているため、現在も性別にとらわれない表現をしている。舞台。 スマイルマーメイドで人魚の娘、マリナの役を演じた際には、声優が男性がと賛否両論の声があったが、本人はインタビューで、今の自分にしか表現できないものがあると考えたとき、もっと物語の姫君たちを、そして人魚姫を演じてみたいと思ったんですと語っている。性質は、ふくよかなハイトーンボイスをしており、本人は、技術的に言えば、 ハイハイ A のキーまで出したり、声楽的な歌い方にも挑戦しているのですが、何よりも大切にしたのは、女神のような包容力を持って歌うことです。きっと、舞台を見てから聞くと、こういう歌だったのか、となりますよという。また佐藤から、特徴のある声だから挑戦してみないかと、歌のレッスンに誘われるなど声に特徴があるが、本人はかつて声にコンプレックスを持っており、 アニソンに挑戦し始めた頃は、声で誰かを笑顔にする自信などなかったという、太字はメインキャラクター、はインターネット配信、はインターネット配信、ありがとうございます。